さて、全国の競馬ファンの皆さん、いかがお過ごしでございましょうか。こちらは夕暮れ時の九州佐賀競馬場です。ただいまよりつい先ほど行われました重賞レースのハークレ大賞典の優勝騎手インタビューと表彰式を取り行います。今優勝馬の感謝関係者の方々が商店内に顔を揃えられつつあるところでございます。少し風も強くなってまいりましたけれども、この商店内におきまして、まもなくまずは勝利騎手インタビューから始めさせていただきたいと思います。では優勝ジョッキー二三歩前の方にお願いできますでしょうか。こちら心当たり優勝騎手、決して久しぶりというわけでもないんで順番忘れちゃいましたか。はい、では全国の競馬ファンの皆さんご紹介します。キングプライドとともに見事ハークレ大賞典優勝しました川島拓騎手でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ではお祝いの花束をお願いします。はい、おめでとうございます。さあ、それにしてもまず道中から振り返ってみたいと思うんですけれども、スタートでかなり押し上げていらっしゃいましたけど、あれは逃げられたら逃げようかなという感じでしたか。はい、そうですね。ただもう鮫島さんが一気に行っちゃいました。あそこはもう抑える感じで。はい、そうです。折り合い重視で行ってました。誰か目標にしてらっしゃる騎手の名前でいうといらっしゃいましたか。このレースですか。そうです。ですね、もちろん鮫島さん。ただ鮫島さんかなりちょっとね前の方に行っちゃって、斜め前に緑の勝負の方がいらっしゃいましたけれども、あの方を目標というわけではなかったんです。もちろんマークしてます。さあ、3コーナーから4コーナーの勝負どころで一旦先頭からかなり距離が離れたような気がしたんですけど、あれはご自身どういう感覚でしたか。そうですね、最後のちょっと離れはしましたけど、まだ手応えはあったんで、そんな慌てなくてもって感じではありました。確かにもうぐんぐんあっという間に差を詰めて、回るところではもう並んでましたもんね。抜け出した時の気持ちいかがでした。もうとにかく頑張るしかないなと思って、ゴールまで一生懸命追いました。それにしてもこの馬は何度でも蘇りますね。はい、いい馬ですね。どういう感じで褒めてやりましょうか。キングプライド、どういう言葉で難しいです。ありがとうの一言で。さあ、関係者の方々が声援をくださっておりますけれども、まあ、残念ながらねお客様入っておりません、ではカメラがあそこにある赤いやつがついているところがカメラになりますけれども、カメラに向かって、今日のこの喜び、そしていろんなもうメッセージをよろしくお願いします。では、今日は本当勝ててとても良かったです、これからももっと勝てていけるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。